ヤワーク。はい、タイヤワークです。タイヤワークです。今日はね、これ見てください。これ、これ、これ何かわかる？それはもうミラーですね。ドアミラーですね。じゃあ、なんちゅう質問。これ動きますよね。はい、動きます、はい、これ向こう回ってもらいます。左側、はい、助手席ずっと回ってもらいます。はい、うん、動かない。そっち動いてないね、はい、動いてないです。今、右は右はここ取れる、動いてる。そっちはこっち。ちょっと全体映しましょう。動いてない、ね、動いてないですね。左壊れてるね。はい、壊れてるよね。動かないです。こっち側動かない、畳めないですね。これの修理やね、はい、お、修理、うん、していこうかなと思ってます。はい、はい、ちょっと前を通ります。はい、じゃん。おお、じゃん。あ、赤ですよ。赤ですよ。赤にしようかなと思って、こうミラーも用意してます。これ赤ですね。これ赤ですね。赤なんです。これしかも、これ塗装してありますよね。自分で。はい、中古の部品。はい。あ、中古の。取りました。はい。はい。まあ、これ赤なんで、はい、このパネルですよね、はい。パネルをこっちに移植して。ああ、なるほど。そうですね。まあ、中のモーターとかはこれいけるもんなんで、はい、で、これに取り替えていこうかなと。はい、いうようなことを思ってますんで、作業をしていきたいと思います。大掛かりですね。大掛かりじゃないです。まあ、以前もね、1台やってるんですけど、まあ、こっち左側よく壊れるんですよ。なんで左なんですか？左が多いんですよ。これフィットに限らずね、はい、スズキ、ワゴン R とか、はい、あのあたりもね、なんか左ばっかり。左ばっかり。あれら辺はね、なんか故障が伸びたりしてると思うんですけど、はい、なんか左がよく壊れるんですよね。はい、で、作業の方をしていきます。はい。はい、そしたら、はい、このドアのパネルを外すんですわ。はい、これ外して、うんうん、ここね、この中にコネクタおるんで、はい、このコネクタ抜くためにこのパネル外します。パネルをまず外して、これどこから外すか言ったらここドアの開けるとこね、はい、これまあ工具使うんやけど、僕なんか爪が強いからこれ、ね、割らないように割らないように割らないように、まずこれ、お、外れました。ほんだら、中からこれここ取れる、ここね、一つこれね、ドライバーネジですね。ね、うん、これあるね、ビスが止まってるんで、このビス1箇所、2箇所あったんちゃうかな、これ。これふんだん取りましたんで、次ここやね。はい。これがね、めっちゃ硬いんですわ。はい。多分1回も外したことないんで、こう、まあ。今度は工具を使ってですね。ここもほんま、これ、つこたはええんや。この爪が強いからこれでいってるだけで、爪取れるけど。いきますよ。はい。こうやね、バコバコっと。お、ここも、お、外れてきましたよ。で、ここぐらいまで外しとったら、ここ忘れとったからこれな。そこ、これ、ここ一本、これ。そこにネジが一本、あ、ありますね。あるでしょ。はい。これを、もうあらゆるとこを詰めたり怪我したり、これね、車座ってたらもう傷だらけになります。で、はい。映ってるこれ。映ってますよ。ここのコネクタね、パワーウィンドのコネクタ、こっち押して。はい。抜きます。こうやね。抜いて、はい、抜きます。抜いときます。で、これここ外してるんで、これを、これもここ浮かして、はい、前にスライドさせる。こういう感じね。前にスライドさせて、こう抜けてくるんで、あ、取れました。この状態ですね。はい。で、これで、この、ちょっと全体映しますね。こうやね。もっとこうやろうか。いや、大丈夫ですよ。これ、はい、こう、横にこう曲げて。横に曲げて。抜く。抜く。こうやね。おー、外れましたよ。この状態でこれ、パネル取れる。これで OK。で、内張り外れたんで、はい、次は、ドアミラーに行ってる線やね、配線。配線。おそらくこれやね。これを外さなあかんね。こっちかな。押しつつ、抜きます。ああ、抜けました。だからこれが外れます、はい。外れましたね。ビニールね。はい。で、ここね、こう止まってるでしょ。あ、なんかできますよ、ちょっと。手で行きますよ。よっ。ここはね。ああ、簡単に外れました。外れましたね。はい、そしたらこの等ミリ3つですね、3つこれでミラー止まってるんで、はい、これも先ちょっともう緩めてあるんで、もうあとちょっと手でいきます。今日工具への持ってないんで手でいってる感じですね。はい、1つ2つ、豚落とさないね、豚落とすんでしょ、落としたらこうやって2つ入ってる、2つ、でもうあと1個なんでミラーしっかり持っておきましょう、裏出してください。はい、はい、2つ、ここにね、はい、ね、これさっきコネクタ抜いたんで、はい、引っ張って引き上げてもらったらこれ抜けてくる、そうね、はい、取れた、はい、もう向こう取れるんで、
うっと、あー取れました。はい、はい、そしたらミラーを取り外してきました。こっち壊れてるやつね。はい、でこっちがちょっとあの中古で用意したやつ、仕入れてきたやつ、仕入れてきたね。で、当然もう見たら分かるように色が違います。はい、で、この白いパネルだけを外して、はい、こっちが使えるやつなんで、ね、この赤いパネル外してこれ、うんうん、こっち付けます。付け替えて、はい、その作業ですね。はい、このミラーを、はい、あのカバーをパネルを外すのにこれ中開けになるんですよ。はい、ここですね。これちょっとさっきちょっと軽くめくったんですけど、これ裏からこう浮かしてもらってこう上げていくんでね。そうだね。こう、これでこの鏡の部分ね、上はこう差し込まれてる、わかるかな、これがこう差し込まれてるね。あ、で下はこれね、これでここに止まってるだけ、止まってるだけ、うん、だからまず下の側を外して上をこうスライドさせてもらったら、このミラーの部分だけは取れると、うんうん、で、はい、これでも奥にアクセスできるんで、はい、このパネルを外していきますね。はい、ここに爪あるでしょ、これ映るかな、カメラで。これはちょっと明かりがなくて、ここに爪あるでしょ、ここの爪見えないですね、うん、この爪で、うん、まあ、こう、これ見えるのかな。あー、これと、そう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 、これ、まあ、頭の辺、そうだね、うん、爪がかかって何個か爪で止まってるんで、はい、この爪を押して外していく感じ、ね、それでパネルが外れます。はい、はい、ちょっとね、作業に没頭しとってパネル取る作業、あの作業はもうちょっと集中してやっとかんで、もうバラした状態になります。バラした状態です。で、赤いパネル。で、白い方のパネルも外しました。はい。で、ちょっと汚いね。白い方をつける方は、ね、どういうこと？白い車なんで、はい、白いパネルをつけて、付け替えをつけてありますね。だから差し込んでいくだけやね。さっき外した爪の部分を、まあ、古いんでね、ちょっと笑うようにするのだけはね、つけてなかったけど、まあ、ただ、はめ込んでいくだけのことなんですけど、これね、ここに箱、箱と、まあ、ちょっと、ね、あげて、あ、オッケーね。この状態。はい。はい、これで、ちょっと汚い。これで、あの、モーターが壊れてない方の、はい、この部分にこの白いパネルを移植することができましたね。はい。あとはこのミラーね。ミラーね。ミラーケチが切れやこれ。角度が。そうそうそう。あ、そうですね。ここに引っ掛けて、顔をつくかもしれない。鏡。引っ掛けて。ちょっと補正しましょう。あ、引っ掛けての。うん、ね、顔をつかんでいけない、うん。はい。これで着せ替えが完了ですね。世界完了です。はい、はい、じゃあ車に車輪取り付けます。はい、ここはね、これね、こんな状態、ここで、ね、で外した遠ミリを、はい、3つね、戻していきます。まあ、1個止めたらもう落ちることはないと思うんで、はい、ここは3つね、戻していくと、はい、この状態ね、はい、で、このコネクターね、はい、元あったここに穴に入れ て、 に入れて下に送り込んでいく作業ね、こうこうこう、はい、こう取り込みます。下から出てくるはず、出たね。子供の手ぐらいでいかんとね、これおっさんの手ではね、入らへんのじゃ、おっさんの手ではね、入らへんのじゃ、これ。どこって入らないっすよ、どこって入らないっすよ、気づかなきゃなろう、よいしょ、これだちょっとね、バタバタしてるんですけど、後の作業を押しとるんで、これ下に落としますね。はい、これを落として、ここからもう出てきてる状態、これパワーウィンド先上げといたんで、はい、でこの感じね。で、ここにほんまはね、プラスチックでこう止まるはずなんです。はい。せやけど、これ割れてない。こっちのミラーのやつが。あら。割れてついてないんで、あ、ないね。まあ、とりあえずこのコネクタ刺します。刺します。はい。で、これ、このままにしといたら、多分、パワーウィンドウ、この窓が下がってきた時に、これ断線する可能性あるね。そうですね。だからこの辺でタイラップで止めとく必要がある。ああ、なるほど。はい。うん。だからちょっとそこは後で置いといて、はい。遠ミリ先閉めます。閉めます。これ閉め忘れたらね、後でミラー高速道路で飛んでくるから、ね、怖いね。こういう車の作業中はね、やっぱり確実にしていかないと。そうですね。そうそうそう、大事故につながるんで、一つ一つね、慌てず確認して。取り付け完了したんで、ちょっと動くかどうか、はい、確認しておきます。確認ですね。ちょっと設定してください。はい、入れますね。はい、どう？おお、動きました。受けた。はい、はい、治りましたね。治りましたね。はい、おお、はい、そしたらちゃんと動いたんで、はい、もうあと落ち張り直して、はい、元の状態戻していきます。はい、はい、ここからは省略で、省略でいきますか。もう、はい、いいですか。はい、はい、もう省略でいきますはい、はい、そしたら完成しました。あ、そっち動くからちょっともう一回撮ってもらえる。はい、はい、OK、 OK です。はい、さあ、これで完成ですね。そうですね、以上です。はい、お疲れ様でした。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方は
チャンネル登録アンド高評価よろしくお願いします。 OK。